どうもー、コウキです。達也です。二人合わせてコウキと達也です。そのまんまやないかい。ドラフォートプラススタートです。握力番付、竜最強の男は俺だ。いい顔だな。大人気コーナーということで、はい、今日はお二人に挑戦してもらいますが、今選手の皆さんの番付表このようになってまして、斉藤投手数字見ていかがでしょうか。そうですね、まあこんなもんかなっていう。こんなもんかな。なるほどね。目標どうしますか。数字はどうしましょう。そうですね、まあ普通に60ぐらいか。はい、わかりました。根尾投手を超えるということですね。では一発勝負です。よろしいですか。それではお願いします。3、2、1。お、いい感じ。あ、入った。いくつでしょう。51というこれ、普通だな。でも、ヒロト、あ、ヒロトよりは大丈夫ね。ヒロト投手よりは行きましたね。意外と出ないのよ、これ。では続いて、清水投手、目標どうしましょうか。柴田アナを超えます。多分余裕だと思われますけど。誰を超えるかっていう。ではよろしいですか。お願いしますよ。はい、はい、いきますよ。それではお願いします。3、2、1。さあどうでしょう。48.8。斉藤投手は超えまして、はい、もちろん私よりも上ですけれども。重量か、あれれれ、ここですね。ああ、はい、なるほど。ということは、こうなりました。なくしたということになっておりますね。はい、ちょっとやってみていかがでした。いやすみません、なんかおぐしたいて。いやいや、というわけでですね、暫定の横綱は根尾投手ということになりました。はい、来週は石川昂弥選手が挑戦してくれますので、来週もぜひご覧ください。楽しみです。では最後にお二人に今シーズンの目標を発表してもらいます。まずは斉藤投手からお願いします。どうぞ。60試合で。お、いいですね。60試合、いやいい目標ですね、これね。はい、頑張ります。さあ、そして清水投手お願いします。清水さんは50試合登板、防御率1点台です。分かりやすいですね、これ。これ、マスさん、はい、どうですか、お二人のこの目標というのは。ね、これ、斉藤君がね、はい、60試合、で清水君が50試合なので、2人とも1点台だったら、はい、優勝するんじゃないですか。お、お願いします。いや、2人が1点台でやったらすごいですよね。だからこれ、ぜひ達成してほしいなと。あの順位予想もこれからあるんで、うん、少しこういうのを考えて精査します。お願いします、はい、もうこれね、中継ぎの2人がこれ達成してくれたら言うことないですもんね。いや、もう中継ぎじゃなくなって2人でね、うん、タイトル争いするようなね、うん、ホールドのね、そういう活躍してほしいです。一つよろしくお願いします。また2人がね、いいコンビでいいやね、楽しくてね、漫才もねしてくれました。ありがとうございました。マスさん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、最後はですね、お二人から一言あるそうです。来週もまた見てくださいね。じゃんけんぽい。負けとるやん。